ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。読み上げます、まみぞうじゃ。本日は愛知淑徳大学2021年度卒業生の就職先ランキングを発表していきますよ。例によって、総合職、栄養職、女子一般職などすべてを含んだ数値じゃ。開始いたします。第18位信用金庫、ウッドホーム、トヨタ自動車、リコージャパン、AT グループ、薬の青木、システムリサーチ、岐阜県教育委員会、三重県教育委員会、住友生命保険、静岡県教育委員会、中北薬品、第13位エージェック、JR 東海高島屋、岐阜信用金庫、日清医療食品、碧海信用金庫、第12位住居時間、第6位元気、タンポポ薬局、愛知トヨタ自動車、第一生命保険、中部薬品、明治安田生命保険、第4位ファイブホールディングス、名古屋市役所、第2位名古屋銀行、トヨタ信用金庫、第1位愛知県教育委員会。ここまで、2021年度愛知淑徳大学の主な就職先ランキングでした。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。